こんにちは。今日はマクドナルドの新商品を食べます。で、今回の新商品、時をかけるバーガーは、FIFA ワールドカップカタール2022年の開催に先駆けて、皆様にいち早くその熱狂を味わっていただきたいという思いから、歴代の大会&今年の大会をイメージして作られたそうです。何やらね、バンズが全部サッカーボールの形らしいですね。それでは早速食べたいと思います。いただきます。まずはじめにコクうまカルビマックを食べます。中はこんな感じです。2002年に開催された日韓アジア大会をイメージしたコクうまカルビマックは本当にね、バンズがサッカーボールの形してますね。上からバンズ、ピリ辛カルビ、100% ビーフパティ、レタス、スイートレモンソースとなってます。バンズにはね、ごまではなくケシの実が乗ってますね。では食べてみます。めっちゃ美味しい。まずね、バンズはふかっとしていて、しっとりもっちりしてます。ケシの実の食感もいいアクセントになってますね。でね、甘辛いピリ辛ダレと、スイートレモンソースのまろやかな酸味が相性抜群です。でね、ピリ辛カルビが思ってた以上に肉感がありますね。そこに肉々しいビーフパティも加わってるから、がっつりしたの食べたい時に最高。この味付け嫌いな人いないんじゃないかってぐらい大好きな味ですね。私が辛いの大好きだからってこともあるのかもしれないけど、ピリ辛カルビだけど、甘辛い感じで辛いの苦手な方やお子様が無理っていう印象はそんなないかな。めっちゃ美味しい。次はワイルドビーフバーガーオニオンリング&チーズを食べます。中はこんな感じです。2014年に開催されたブラジル大会をイメージしたワイルドビーフバーガーオニオンリング&チーズは、上からバンズ、チェダーチーズソース、ピクルス、オニオンリング、チェダーチーズ、ベーコン、100% ビーフパティ、ピリ辛ソースとなってます。おー、もう見た目がワイルドだもんね。美味しい。このチェダーチーズソースとなんかもういろいろ美味しい。これめちゃくちゃ美味しい。でね、まだベーコン食べてないから、このスモーキーな感じはとろっとしたチェダーチーズソースから来てるのかな。とろっと口当たり滑らかで、めちゃくちゃチーズが濃厚で、スモーキーな風味が肉々しいビーフパティとよく合います。そしてオニオンリングなんですけど、生のね、玉ねぎを揚げたものではなくって、成形タイプですね。衣はカリサクッとしていて、中とってもね、食べやすいです。甘さと香ばしさを同時に楽しめちゃう。でね、ピリ辛ソースなんですけど、ブラックペッパーたっぷりで、スパイス感が強いですね。ガーリックや唐辛子の辛さも効いてて、これはね、お子様はちょっときついと思います。ベーコン、チーズ、ビーフ、オニオン、美味しいもの大集結というか。でね、このチーズソースとピリ辛ソースの相性もいいし、カルビマックはね、まあ、食べたことあるような味だけど、これは新しくって最高に美味しい。でさ、今回のバンズめっちゃ美味しいの。ふかっとしっとりもっちりはいったと思うけど、噛んでくとね、甘みが増してきます。
最後ケバブ風チキンバーガーを食べます。中はこんな感じです。今年2022年に開催されるカタール大会をイメージしたケバブ風チキンバーガーは、上からバンズ、ケバブ風ピリ辛ソース、スイートレモンソース、スライスオニオン、トマト、レタス、チキン、ホワイトチェダーチーズ、さらにその下にケバブ風ピリ辛ソースとなってます。もうね、すごいの。こんな感じでね、絶対袋に入れないと食べれない気がする。カルビマックよりもワイルドビーフバーガー、ワイルドビーフバーガーよりもケバブ風チキンバーガーの方がボリュームというか、この重さがありますね。うん、うまっ。チキンサクサクだし、香辛料の風味香りが強いね。というかこのソースさ、説明を見る限りね、このワイルドビーフとケバブ風チキンのピリ辛ソースは同じだと思うんですけど、ちょっとね、ワイルドビーフの時このソース少なかったんですよ。だけどケバブ風はね、上と下に入ってるし、めちゃくちゃスパイス感を楽しめますね。全然ね、カレーではないんだけど、本格カレーを食べてる時のようなスパイス感というか、でもね、しっかりガーリックの風味も感じるし、フルーティーな感じもしますね。いや、このソースとチーズとか、このソースとスイートレモンソースとか、めっちゃ相性がいい。で、チーズはやっぱり何にでも合う。まあ、ボリューム満点で大変食べにくいんですけど、めちゃくちゃ美味しい。ほんとね、チキンが肉厚で、衣がザクザクサクサクなの。胸肉なんだけど、中しっとりしてるし、ペッパーとの相性もいいしね。ソースの量によると思うんだけど、これが一番辛く感じるかな。食べ続けてるとね、結構ピリピリしてきます。美味しかった。ごちそうさまでした。マクドナルドの新商品全部美味しかったです。でね、一番この慣れ親しんだ好みな味だったのはコクうまカルビマックなんだけど、新しい美味しいワオってなったのはワイルドビーフバーガーだし、でもね、次また買うってなったらケバブ風チキンバーガーになると思う。この新商品ね、10月26日本日から11月中旬の期間が短めの期間限定商品となってますので、めっちゃ短いじゃん。ぜひね、お早めにお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。今日はカップヌードル海鮮キムチで海鮮コク辛スープ味を食べます。うわー、おいしい。めっちゃね、これアサリかな？あと魚醤やオイスターソース、煮干し粉末も入ってるんだ。魚介系の旨味がぐんぐんきますね。辛さはね、ピリ辛程度。でね、味噌ベースでこってり感とか油感は全くないんだけど、このキムチや海鮮系の旨味が強いから、めちゃくちゃコクがあって美味しい。でね、白菜のキムチの食感もいいし、程よい酸味がね、より食欲を刺激します。麺はいつものカップヌードルの麺かな？美味しい。これはね、一度食べたらね、止まらなくなっちゃう味だね。めちゃくちゃ美味しい。はぁ、ほんと、旨味が強すぎる。最後絶対ご飯入れて食べよう。美味しい。